ダンス大会とか。なんかちょっと取れるようになったら話が始まる。ファッションショーあって、で女子高生のダンス大会みたいなのあって、いろいろあって、ライブゲストで石井ゆりとモデル、モデルフラホーレだから、いやもう鼻が前の方に行けば出てきたいかな。
な葵ちゃん、この後11時20分からですからね、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました、ということで公開リハーサルをお届けいたしました、先ほど私11時半と申しましたが、水野葵ちゃんのライブは11時20分からもう間もなくですので、どうぞお楽しみに。行動力がありますよね。そう、どうでしょうか。それで、はい、フェアリー
テールの3人組になって、はい、でソロデビューをしたのは今年の1月21日です。どうですか、今までは3人だったわけでしょ、はい、1人になってみて。そう、最初の頃はやっぱりね、ステージとかでも、あと移動の時とかでもやっぱり話す人がいないわけでもないですけど、やっぱり女の子と話した方がワイワイ楽しくやっていたんで、最初の頃はちょっと寂しいなと思ったんですけれども、最近はイベントでもそういう一人でやるのに慣れてきたんで、そうですね、最近は大丈夫ですが。で今あのいろいろね、番組なんかでも活躍してるそうなんですが、どういう番組に出てるの？はい、レギュラー出演してるのが天使の産毛という番組で、フジテレビ系列の番組にレギュラー出演してます。ご覧になってる方もね多いと思いますが、そこではなんか結構いろいろやってるんですよね。そうですね、どんなこと、今まで放送された中ですと、なんだろう、私の一番あれだったのが、一日ホームレスというのをすごいことやりましたね。私がやりました。どこら辺で？新宿西口で。はあ、仕事といえ結構大変じゃないですか？でもすごい面白かったです。面白かったって言っちゃいけないのかもしれないですけど、やっぱりね、あんまりできることじゃないんで、まああんまりね、やりたいことでもないかもしれませんけども、頑張ってるようですけれども、実はですね、新曲が12月の16日に発売になりました、はい、このタイトルが見つめていたいということでね、はい、今度はその曲と、青い伝説2曲を続けて歌っていただきましょう、はい、それじゃあお願いします。
新曲のカップリングの曲青い伝説でした。レギュラー出演している天使のおかげという番組があるんですけれども、ちょうど昨日オンエアされていたんですけれども、見たよって人いますか？あら その番組はね、いろいろゲームとかもやってるんですけど、そうですねそうなんです。ホームレスとか、あとカレーの早食い競争とかね、いろいろそういう面白い番組でをやっていて、それでその番組とは別に、今度のクリスマスの25日にダウンタウンのごっつええ感じスペシャルという番組でプロレスをやったんですで、東野さんとプロレスをやったんで、ぜひね、そちらの方も面白いと思うのでぜひ見てください。25日の夜の7時から始まります。あと、その天使の産毛の特番の方で30日にあるんですけれども、もう昨日撮ったんですけどこの方では、新人アイドル対レギュラーアイドルということでゲームをしました。こちらの方もすごく楽しみに見て、ぜひ見てください。30日の上記深夜の12時35分から始まります。あと、宣伝ばっかりであれなんですけれども、大晦日の日31日にフジテレビの FNS 大感謝祭、テレビの鉄人始まります。夜の7時で、芸能人の方が120人くらい出る番組なので、こちらの方も生放送なので、ぜひ見てください。あと、来年もいろんなことに挑戦していきたいと思いますので、ぜひこれからも応援してください。それでは、次の曲に行きたいと思います。次の曲はセカンドシングルで、春の輝き、聴いてください。
今年もね、はい、残すところあと1週間ぐらいなんですが、はい、まだまだ終わらないんですよね、はい、葵ちゃんの今年は。31日まで、どこら辺に行くんですかこれから。明日から名古屋、応援に来てくれるんですか。ね、名古屋 と、うん、あと岡山大阪、はい、と西の方を中心にね、はい、ますます忙しくなって、で先ほどの、31日には FNS 大感謝祭ということでね、はい、まあ、あの大変なんですが、また来年のねちょっと早い話になりますが、はい、4月にはビデオ映画も発売されるということで、はい、それはタイトルが地球防衛少女いこちゃんっていう、うん、すごいタイトル。そうですね。どういうお話なの。これは私は隊員役で、地球防衛隊の隊員役で出演したんですけれども、悪を倒す、うん、悪い人をやっつけるっていう話で、今回は森田健作さんがプロデュースされたんで、防犯教育ビデオということで、小学校とかで授業とかで見るとか、そういう、なるほどね、ビデオに、まあ、この中には小学校にね行ってらっしゃる方は、ね、いないようですけどね。でも普通に今販売されるので、あ、販売されるじゃあ、ぜひご覧いただきたいと思います。それではですね、もう本当に最後の曲になってしまったんですが、はい、だからね、すごい声も出てますけどもね、頑張って来年も、そして今年もね、はい、まだ残りありますから風邪なんか引かないように頑張ってください、はいはい、では12月16日発売のサードシングル見つめていたいで、ステージを飾っていただきます。お願いします。
していただきましょう。それではお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあこちらの方気をつけてくださいね、階段になってますからね。さて、この後ですね、握手会の方に、移らせていただきたいと思いますが、ミスター葵ちゃん、来年は1月の8日に池袋サンシャインシティで、噴水広場の方で4時からライブがあるということですので、そちらの方もぜひお越しください。さて、会場の方なんですが、ちょっと通りにくいかと思いますが、このステージ、向かって